ニット6のパートにやっていきたいと思います。えー、まず、えー、ポイントですね。一般動詞の疑問文の作り方。まあ、主語が三人称単数の時ですね。えー、この時はですね、主語の前に、ダズを置,き置いてください。そして、一般動詞を元の形に、まあ、つまり原型っていうんですけど、それに戻してください。 はい。もう一個ポイント言っちゃいます。えー、d a s で始まる疑問文への答え方ですね。えー、yes の時は、d a s を使ってください。で、no の時は、d o z n って、dozenot で答えてください。まあ、具体的に見ていきましょう。普通の文章で、y u リブズ・ニア・アパークっていう感じでね。まあ k が主語なんで、まあ、リブズと s が ててますよね、はい、これ疑問文にしたらどうなるかっていうことなんですけど、3、えーまあ、二乗単数なんで、えー、d o e s ですね。を主語の前に置いてください。そして、一般動詞を元の形、まあ、S を取った形で書いてください。ね、d o e s YUKI live near a park ってなるわけですね。そして答え方は、YES の時は、まあ、d o e s なので、 Yes, she does.、まあ、ユキなんで C 使ってくださいね。はい。で、No の時は doesn't なんで、No, she doesn't. あるいは No, she does not となります。はい。そしたら一緒にウォームアップをね、やっていきたいと思います。はい。次の英文を疑問文に書き換えなさいなんですけど、はい。この文の動詞はどれこの p レ a ズ s ですよね。で、これ S がついてるの。 わかりますよね。ってことは、これ三人称単数形ですね。主語がね。はい。この時の疑問文はですね。どこに何を置くはい。主語の前に、d a s を置きますよね。で、最後、p l a y s どうする、えー。元の形に戻しますよね。つまり S 取りますよね。はい。やっていきます。d a s Does tom, play。ですよね。d a s tom, play the guitar. なるわけね。はい。ですね。この s ちゃんと取ってくださいね。忘れこいんでね。はい。では2番目、ちょっと頑張って書いていきましょう。はい。え、これ疑問文するね。you study English everyday. はい。主語が you。動詞が普通の study。これ3二の単数じゃないですよね。えー、だから、主語の前に置くのは、do ですよね。 だず do にしないでくださいね。Do you study English everyday ですよね。はい。で、次が、えー、he is a tennis fan ですね。主語は he、動詞は is。B 動詞ですね。おいい問題ですね。はい。これ B 動詞なんでね、あのー、he やからって、だずを置かないでくださいね。 はい。B 動詞は、えー、主語の前に置きますよね。このイズを主語の前に持っていきますよね。だから、イズヒ e になります。イズヒー、アーテニスファンですね。 はい。これ気をつけたいところですね。じゃあ2目いきます。彼女は犬が欲しいのですかお並べ変えてください。下線部は適当な形、適切な形に直しなさい。ということですね。はい。えー、w a n っていう動詞使われてますから、主語が C ですね。えー、し主語の前に does を置きますよね。はい。え、この D を大文字してくださいね。do's, see. で、w a n これ S 取ってください。do's, see, want, a ドークってなるよね。うん。はい。3番目。What does he do? テニスをしますと答えなさい。はい。これ、彼は何をしますかって言ってるわけですよね、えー。彼はテニスをしますと答えます。なので、まず、he、h e これ、yes, no じゃなくてね。h e 使って、えー、何しますかやから、テニスしますなんで、この時、プレイですよね。 ただ、h なんで、プレイズですよね。で、テニスとなります。はい。そしたらですね、一旦ね、えー、ビデオ止めてね、自分でやってみてください。で、できたら、えー、ビデオまた回してね、解説聞いて丸付けしてください。はい。一番目、いきます。えー、これ、h が主語。動詞がリブ。まあ、ヒが主語になってね、一般動詞リブ使えてますからね、えー、主語の前にダ s ですよね。 はい。次。Your Brother。そして一般動詞の Play が使われてます。Your Brother は三人称単数ですよね。えー、で、Play って一般動詞なんで、d a s が来ますよね。はい。これ引っ掛けですね。Maki&Saki が主語です。うん。で、動詞が h a 一般動詞ですね。ただ主語がね、Maki&Saki。これ二人いるんでね、三人称単数じゃないんですよね。えー、なので、一般動詞使われていることを考えるとですね、 これは、d e s じゃなく、do ですね。はい。えー、2番目。えー、疑問文に書き換えなさい。はい。can, leaves. ここはポイントですね。ここ、三二乗単数。ってことは、主語の前に d e s ですよね。で、これを元の形に戻すのがポイント。d e s can, leave, in, 沖縄ですね。はい。2番目。 ユミ、ゴーズ。これも三二乗単数だから ES がついているわけですね。一番と一緒ですね。主語の前に d a s d a s ユミ、原型 GO に戻す。GO TO SCHOOLE v e r y d a y ですね。うん。はい、三番目。Your Brother Studies ってなってますからね。これも三二乗単数ですね。で いえいえいにかいていえいすになっていると。まぁ、あ、一緒です。四の前に、ダーズ。ダーズ、いわ、ブラザーで原型戻してくださいね。ちゃんとね。スタディーだからね。うん。はい。次。ミスター・グリーン・スピークス。これも三二条単数ですよね。人の名前、一人。ね。S ついてると。一緒です。ダーズですね。ダーズ、ミスター・グリーン、 speak, English ってなるわけね。うん。はい。5番目。you play.you は、これ、h e s e e i t 三人乗単数じゃないですよね。ただ、s もついてないと、えー。一般動詞があると。こういう時はね、d a s じゃなく、普通の do ですよね。do you play, サッカーってなるわけです。とっとと。はい。で、6番目。 えー、ジュディ、動詞がイズです。B 動詞です。はい、B 動詞のね、疑問文はね、B 動詞を主語の前に持ってきますよね。Is j u d ィ a t e n n i ンになりますね。Daz を使わないようにね、B 動詞なんでね。になります。OK。じゃ三3番目いきます。えー、ここえる必要あったら帰てください。で、並べ替えろうってもんですね、はい。彼女はよくこの机を使いますか、はい、疑問文ですね。 はい。使うというね、えー、動詞があるんでね。えー、これは主語の前に、えー、ね、死が主語だからね。does ですよね。うん。で、does 死、原型だから、直さないゃいけませんね。はい。ということで、does 死、use ですね。おっとっと間違えた、<laughs> 間違えた。えっとね、よくってありますよね。よく使うみたいなね。それよくって表現は英語でオーフ n を使うんですけど、これは動詞の前に置かないといけないんです。なので、d she o v e n で Use ですね。これ原型に S とってくださいね。d she o v e n u s e これ大事です、ね。彼女よく使いますかと。あとは最後、この机をってことなんでね。DisDesk、えー、ですよね。オエーションマークになります。はい、2番目。 組は猫が欲しいのですかと。はい。主語が組で欲しいがウォンツですね。まあ、組333で s ついてるわけです。はい。これはもう主語の前にダズですよね。ダズク組、で、原型のウォントに戻してね。ウォントはキャーってなるよね。ケ k はい。彼のお姉さんは東京に住んでいますかうん。えーと。 ヒズ・シスターですね。主語がね。動詞はリブ。一般動詞なんで、ヒズ・シスターの主語の前に、ダ s を置きますよね。Does、his ヒズ・シスター、原型のリブでいいですよ。リブ・イン・ト o キョウですね。うん。OK。で、4番目いきます。3語の英語で答えなさいと。うん。イエスを使ってと。はい。Does エリ i enjoy サッカーエリーはサッカーを楽しみますかと。 うん、はい。これ、d a を使うってやつですよね。Yes。で、エリは女の子なんでね。C に変えてくださいね。で、d a 使ってください。はい。Daz can study English. はい。えー、今回、Ken。三十単数ですね。でえー、三十三数なんで、Daz'n、No だったら d a n とで答えますよね。No。で、Ken も男の子なんで、He ね。No, He doesn't。あるいは Daz not でも OK です。 はい。What does Tom do? 公園で走りますという文にしてくれと。うん。これはね、yes, no で答えちゃダメですね。何をって言ってるんでね。トムは何をしますかはい。yes, no じゃなくって、彼は公園で走りますって文にしましょう。えー、トムは he ですよね。で走るは r u n えー、ただ、これ he がね、3二乗単数なんで、runs にしないといけないですね。he runs in the park. とか、インナーパークと答えてください。はい。そしたらね、えー、教科書載ってるような感じの例文、ちょっとだけやっておきましょう。はい。あやは公園の近くに住んでいますかを日本語にしたいと思います。主語があやで、住んでるがリブ、うんで。疑問文なんでね、えー、ダズから始めないダメですよね。で、原検するってことでね、ダズ、あや、リーブですね。で、公園の近くに、 うん、近くにっていうのは near っていう単語を使います。near a park ですね。does I live near a park ってなります。はい。答えるときは does、えー、で答えるノーは doesn't でしたよね。はい。住んでます。家住んでませんやったら yes, she does.no she doesn't ってなりますね。はい。2番目。マイクはそこで何をしますかはい。何をって納豆やつなんで、what から書きますよね。 です、します言ってるから、動詞は do なんで、えー、こうですね。what 主語の前に does 持ってきて、what does Mike do there? うん、あの、そこでっていうのは英語にするとね、t h e r e っていう単語になります。最後につけてください。what does Mike do there? ですね。はい。その国にはたくさんの美しい公園があります。はい。主語はその国なんで、the country これカントリーって国って意味になるんですね。その国は で、これね、えぇ、ー、ひ、し、いと。の、これ、いとですね。これ、ものなんでね。で、一個ですよね。単数形なんでね。だから、三人と単数なんで、ハブをハズにしてください。で、えー、たくさんの美しい公園っていうのは、たくさんがメニューですね。美しいがビューティフォー。で、複数形なんでね、パークス。公園ですね。メニービューティフォーパークスですね。はい。エミは毎週末そこで勉強します。はい。主語はエミ同士は勉強しますやから、エミ、studies、 there ですね。最後に、毎週末っていうのは、on weekends, s 忘れないでね。毎週末っていう意味になります。はい、以上です。